ひどいものね。この戦闘により第87方面艦隊は壊滅。これで事実上ミクタム政権はオルムスの勢力下に置かれた。歴史は繰り返される。結果的に100年前と全く同じ状況になったわね。人の意識の根源に自己保存本能がある限り戦いはなくなりませんよ。己が己であると律する意識は正と不可分なもの。人が人であることを放棄したとき、その先に待つものは熱敵死に他ならん。全ては自然の摂理だと。あなたらしい考え方ね、ヘルマ。でもそれすらもグノーシスの存在によって崩されようとしている。いずれこのままでは。そのためのプロジェクトゾハルだ。戦略制圧艦メルカバすでに完成していると聞いているが。断片的に残された Y 資料によれば、あれは天の車同様、もともとは太古に存在していた何らかの装置だったの。それをディミトリが兵器として転用したのね。アルベドが Y 資料をモモの深層領域から手に入れた時、ディミトリも何らかの手段で手に入れていたんだわ。ディミトリめ、ヨアキムの負の遺産をも利用するとはな。君も辛いところか。私よりもこのことをモモが知ったらどんな顔をするか。あの子の悲しむ顔だけは耐えられないわね。いい母親だな。ええ、努力しているもの。すまないが、ディミトリの監視役としてもうしばらく頑張っていてくれたまえ。こういった仕事はあなたのご専門じゃないかしら。昔ならいざ知らず、今はミルチア代表という肩書きがある以上、あまり表立っては動けんよ。議会内のザルバートル派への牽制だけで手一杯だ。心中お察しするわ。では。取り込み中か。カノン。あ、いいえ、大丈夫よ。で、例の物体の情報はつかめたの？ UMN 共鳴探査橋の最大望遠でこの状態だ。ベクターから非公式に手に入れた情報では、レンヌヌシャトーと呼称されているこの物体はどうやらロストエルサレムの近くの一部らしい。真偽のほどは定かではないが。あなたが言うように、これがロストエルサレムの遺物だとしても、なぜこの時期に出現したのかしら。当該中域ではグノーシスの異常発生現象も記録されている。オルムスの連中も興味を示しているようだし、何らかの関係があると思われるが、これ以上のデータを得るためには対象に直に接触するしかない。調査隊の編成はどうする？すでに空海ファウンデーションに依頼してあるわ。軍や議会内部にもオルムス関係者が多く存在するという情報もあるし、軍や議会内部にもオルムス関係者が多く存在するという情報もあるし。賢明な判断だな。シオンは元気だった？ああ、特に変わった様子はない。付き合っている連中には少々問題があるがな。スキエンティアね。彼らの技術力は侮れないわよ。グノーシステロでベクターの動きにも不審な点が目立つようになってきたわ。裏を探るには全てを利用する必要があるの。たとえ法を犯している者の力でもね。あなたには引き続き UMN の調査をお願いするわ。表沙汰にできない汚い仕事で、ベクター生まれのあなたには酷な任務だと思うけど、
現状他に頼れる人はいないの。現在の俺はミルチア政府の管理下に置かれ、ヘルマー代表からあなたに協力するよう命令を受けている。気にする必要はない。助かるわ。